そういうところまで分かってしまうということですね。なるほど、そうなんですね。うん、どこにその、あの、で、あともう一つは、あ、もうこういう、この人はそのブルースのに対する理解度が、はい、あの、この程度かなとか、うん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 、そういうようなことを見て感じることはある。うん、うん、見て感じることはある。はい、はい。で、あ、もっとその、そういうふうに思ったときは、うん、あれ。でもな、一つポイントがあるね。ただ、うまい下手とか意味で聞いてるんじゃなくて、それで自分が出来上がってると思い込んで得意満面になってるのを見ると腹が立つ。いますね。うん、でそういうのって腹が立つ理由は何かっていうと、うん、ブルースってそんなもんじゃないぜって僕は思ってて、はい、経験とともに分かってるのがそいつは全然そう分からずに得意満面にやってると、うんうん、いうのを見るとそれがあの悪い影響をブルースに対するね、うんイメージ世間に対して悪いね嘘をついてることになるから、うん、それに対して腹が立つ、うんうん、それは思う、うんうん、そういうミュージシャンってなんか僕が思うんですけどたくさんいますよねいる、うんうんうん、でもそういう連中は長く続ければ気づいてくれるかなとも思う、うんうん、それを期待するほかない、うんうん、こっちからお前間違ってるぞとか、うん、そういうことを言う資格は俺にはないと思ってる、うんうんうん資格っていうよりは失礼だと思う、うん、逆にね、うんうんうん、要するにまだそのブルースがを分かる段階っていう解釈ですよ、ね、うん、そうやな、うん、俺も昔そうだったかもしれない、うんうん、でもそれなりに僕なりにだからこそ自分なりにその探求してきて他の人間とは違うこと研究をしてるから俺は、うん、うん、うん、例えばブルースに関係ない黒人という人のある種の一人の人間を仮定してその黒人の人がどのような生活環境の中でどのような、ね、人生を送ってきたかの部分を想像しながら、うん、あのそれをいろいろ歴史的事件を見ながら、うん、そうやってこうあの、復元していこうと、うん、いろいろこう僕なりに努力していろいろなことが分かってきた。黒人とはこういうものだこういうふうな生活をしていたんだ、うん、っていうあるいは奴隷とはこういうものだったとか、うんうん、そういうものに対して、うん、あの世間一般で言われてることを鵜呑みにしてはんはんはんって思いをね分かったような顔しないで突っ込んでちゃんと僕は勉強してきたから自分なりに、うんうんうん、それははっきり言える、うん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 、日本人の中で黒人のそういうところを背景を勉強した日本人のプレイヤーはほとんどいないと思う俺は。いろんなプレイヤー その音を聞いたり言ってることを聞いたりすると、うん、そう思う、うんうんうん、だから俺はそれに反発してよく他人のこと言うんじゃなくて音楽あのライブの中で、ね、あのブルースはね黒人の魂のねあの叫びだとか言ってるのは大嘘だっていうことを時々言うんだけど、うんうんうん、そうなんじゃないって、うんうんうん、そういうことで、まあ、僕はその少しでもヒントがねうん、届けばいいなと思ってるんだけど、うんうん、それはあるなんか深刻な話になってきたな。なんか続きさっきの彼からの話の続きで面白いなと思ってちょっと乗っかったんですけど、ああ、いや、はい、うん、黒人の魂のじゃないっていうことはどういうことですか。だって、うん、考えてごらん。それはね、じゃあ黒人の人たちの魂の叫びっていう言葉はどう解釈するんだよ。どういうようなことを言うんだよというふうに考えてごらんよ。難しいですね、うん、それは悲しみにね、はい、悲しみに落ちた人間が、はい、ーって悲しい時にねなんかガッと言ってしまうこと、はい、ね、うん、それは死にたいとかね、はい、うんうん、そういうことを言ってんのかいという疑問やな。うーん、じゃあそういうことをじゃあ歌詞の中で見出されるかい、あるいは歌詞になくてもその人の歌声の中にそれが見出されるかい。でその辛いとか悲しいという基準は一体何なんだい、うん、っていうね、うん、ポイントがあるわけな、うん、僕らその黒人の人たち あの民族としての大きな意味で民族全体として黒人の人たちが みんながほとんど全ての人が経験する差別のしんどさとか、うんね、腹立たしさとか、うん、差別されたことに対する反発とか、うんね、そういうような気持ちに、うん、僕たちは
想像はできても体験はできないでしょ。できないです、ね、で絶対できないと思います。ってことは、うん、俺たちに分かるっていうことが言えるかっていうのは、うん、もう多分理解不能だと思います。そう、俺たち日本人同士でも、うん、俺らの空にしんどいねんな、こんな苦しいことがあってよって分かんないですね。言われてもな、お前なんかに分かるかいバカ野郎って言われたらな、うん、それじゃ何も言えないでしょ。そうですね、うん、本人しか分からない、ね、そうそうそう、うん、うんうん、そういうことやんな、うん、同じ日本人同士でもよ、うん、そうですね、うん、他人のことは分かんないですね。そうそうそう、うん、他人のことは分からない、うん、好き勝手にみんな言うけど、そう でも同じ、もし全く同じ体験をしても、その体験した後、僕の心の中に残ったね、その感情と、はい、ね、例えば、ね、あの坂本君の心の中に残った感情は絶対同じものであり得ないな、うんうん、でしょ、うん、違います、うん、だから結果は絶対一緒と言えないから、うん、ね、その苦しみを体験した人間同士が分かり合えることはあり得ないんだな。ってことは、うん、じゃあその苦しみがその魂の叫びと言えるかどうかなんてね、うん、何が魂の叫びじゃないね、うん、魂の叫びなんかじゃ負け犬の遠吠えじゃないのって、うん、いう意見を言われても否定できないでしょ、うん、できないです ね、うん、そのそうそう、黒人の人が言うたらもうそれが正解になるっていうことなんですかね。いやいや違う違う、僕が言いたいのは、はい、その黒人の人がそ体験したその人生体験、はい、その体験をがあるっていう話を前提に俺と坂本がしてると、うん、な、うんうんうん、ね、どっちが正しいかなんてことを二人で議論してもたまらんでしょ、うん、そうですね、この人を応援的ものにして、はい、ね、で、お互いにお前なんかそのな、日本人でな、黒人に生まれてないのにな、そんな経験してないのにお前がな、そんなこと 言ってもな、うん、正しいわけないじゃないかって俺が坂本さんに言うとすると、うんうん、坂本だって俺に対して、お前も日本人やったらそうとちゃうのかと思って、うんうん、ね、結局どっちが正しい、ね、うん、どっちが正しくないの話で終わってまうやんか、うんうん、正しい、正しくないという問題は、ね、お互いに相手に勝つか負けるかの話だけだろ。だから勝つか負けるかっていうのは、うん、ね、その本質を知ったことにならないわけでしょ。そうですね、ね、その場だけの机上の空論で、そう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 、机上の空論で、はい、うんうんうん、だけどね、それなりにその人生体験が違っても、僕はそれなりにその例えば祖国人の人が体験したことを、ね、文学的に追体験 していけば、うん、ね、過去に僕が何かを思い込んでいた、この黒人はきっとこう思ってるに違いない、うん、と思い込んでることの間違いを発見することがあったから、うんうんうん、ね、うん、僕はそのことに対して、うんうん、自分が明らかに間違っていったことが非常に分かった。その間違いのもとは、ね、うん、とんでもないね、しょうもないこんなちょっとしたことを、ね、うん、勘違いしていた、うん、でもそれに気づく 俺自身がすごい時間かかって気づいた、うんうん、それに気づくためには俺はこんだけのことをいろいろ勉強して、ね、あのどうなんだってことを勉強してきた、うん、その体験がある、うんうんうん、でその体験と知識と、ね、うん、いろんなその自分がそういう音楽をプレイしていることも含めて してきてるのに、その相手の例えば坂本が、ね、世間で言ってる黒人はね、あの奴隷制度の中で喘ぎ苦しみ ね、そこで生まれた音楽が、ね、魂の叫びだなんてことをね、坂本が言ったらね、うん、バカ野郎、そのこと何言ってんだお前って言いたいわけだな、うん、違うんだと、うんうん、じゃあ黒人の人たちはどんな生活してきたと思うって言った時に、うん、こうだろうって、それはお前間違いなんだっていうことを僕は勉強してきたっていうことを、うんうん、もし話したとしても、うん、本人にはそんな、それはまあお前の勝手な思い込みちゃうのかって、うん、二人とも同じ日本人は同等だから、うんうん、ね、君の感想も僕の感想も、ね、うんうん、同じだろうとしか、あの坂本が思えないだろう、うんうん、ね、そうですね、ね、うんうん、ってことは僕の話を聞いてもらえないってわけだ、うん、ね、うん、僕の勉強してきたことは聞いてもらえないってわけだよ、うん、ね、うん、そういうことを僕は、ね、うん、公のところで口を大にして言ったところで、うん、何の意味もならない、うん、ただせのあいつはちょっとおかしいやつだと、うん、しか言われない、うん、過去にも僕はそういう経験してるからね、うんうんうん、黒人とはブルースとはとかね、うん、あのゴスペルとはとかね、うん、そういうことに関して僕は何か発言した時に、うんうん、それ非常にこう、あの世論はおかしい、うん、なんか宗教的になんかどっかにハマってるに違いないみたいなこと、うん、うん、そんなことあったんですか。はい、で排斥されたことある、うん、うん、激しいですね。激しいです、うんうん、みんなはだから黒人のブルースはこうだと思い込んでることがいっぱいある、うん、
それ以上にもっと英語の歌詞であり、うんね、うん、そのこの歌詞をどう解釈するか、うんね、それに関して、うんね、日本人の英語も分かっていない日本人がその英語を勝手に解釈して、ねうんうん、こうこうこうだ、ね、うん、この曲はこんな歌ですって言ってね、うん、紹介してね、うん、その言うことが時々あるじゃない、はいはい、ね、はい、ありますね、ね、うんうん、それを聞いてね、俺こいつ本当分かってへんなっていうのがいっぱいおりね、いるね、うん、ね、大きい、うん、英語のその映画にしても人によって全然翻訳とか和訳全然違いますからね、違う違う違う、うん、ニュアンスが変わってくるし、うん、でしかもね、もっとも大きな問題は、僕も英語の歌詞に関して英語の歌を歌う以上ね、あのやっぱりこうちゃんとした嘘を歌いたくないじゃん、そうですね、うん、でもあのできる限り今現在可能な自分の能力の中でできる限り嘘でないことを歌いたいよな、うんうん、歌詞のここが違う、うん、ここの歌詞はこうじゃなくてこうだ、うん、っていうに歌ってる、うん、そのなぜそんなことそんな歌詞で歌ってるか、その聞き取りの問題もあるし、うんうん、ね、うんうん、でその歌ってるその本人がどんな気持ちで歌ってるのか、どんな体験をもとにしてそういう歌詞が出てくるのか、うん、ということに関しての理解度に関して、うん、ね、そのどれだけ理解できるかっていう問題も含めて、うん、僕はそこなんか歌詞を大事にしてるわけな、うんうん、ところがよくね、レコード買ってね、なんか歌詞カードついてるでしょ、はい、その歌詞カード見てごらん、嘘ばっかり書いてあるよ、あ、英語のクレジットですか、そうそう、へえ、じゃあ日本版で、あ、日本語で、日本例えばビクターから出た、はい、ね、リトル・ウォルターの「ザ・ベスト・オブ・リトル・ウォルター」があるとするね、うん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 、そうするとリトル・ウォルターの1番、うん、1曲目2曲目って歌があったら、うん、歌詞カードがあるよね、はい、それは英語で書いてあるわね、はい、ところが歌ってることと違うことが書いてあるね、うーん、よくあるよ、うん、つまり間違ってるわけや、聞き取りが聞き取れてないんですね、うんうん、うん、じゃあ一体誰がそのな聞き取ってんだって、うん、そのじゃあビクター、日本ビクターから出た「ダベソボリトルウォルター」の原版はアメリカにある、はい、ね、例えば今現在はどこか知らんけど、はい、ビクターが契約してる、その例えばその当時はビクターが契約したアメリカの原版、そのアメリカの原版の方には英語の歌詞カードなんか載ってないわけよ、なるほど、だから日本に入ってきて、はい、日本のその日本語版を制作するのにあたって、うんうんうん、解説とともに、うん、ね、あのブルースの研究家の解説とともに、うんうん、歌詞カードが載ってるわけな、うんうん、この歌詞はこうだ、はいはい、ってか載ってるわけ、うん、ところがどう聞いても、うん、そうは言ってない歌詞が載ってたりするもんな、で、あの時たまものすごくあのちゃんとしてるなと思う歌詞カードもある、うん、っていうのはこの部分聞き取り不可能って書いてあることがある、ああ、見たことありますね、あるでしょ、そういうの、うんうん、そういうふうに丁寧にきちんとした歌詞カードをつけてる、はい、あのレコード会社もあれば、うんうん、間違った歌詞聞き取った、間違って聞き取った歌詞カードを載せてくる場合もある、うんうん、でそれは一体どういうことなんだって、うん、僕もそれも研究したね、うん、その理由は何かというと、ブラックイングリッシュとホワイトイングリッシュは違うんだ、そうです、うん、前ね、なんか飲み屋でロバート・ジョンソンが流れてるとこに、うん、アメリカの白人の人がいて、うん、これ何言って歌ってるのって言ったら、うん、いや聞き取れへんとか言ってました、うんうんうん、でしょ、うん、そこだよポイントは、で、あの当時特にロバート・ジョンソンの頃は、はい、ね、黒人差別が激しい、うん、当たり前の時代だから、うんうん、黒人たちはレコードにね、あの歌詞、歌を歌う、うん、それだけじゃなくて、あの日常会話でも、ね、白人に分からない言葉を使ってる、ヤクザでいう隠語を使ってるわけ、ああ、うん、はい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 、うんうん、チャカっていうのはピストルのこととかな、うん、今は世間に知れてるけど、うんうん、そういう隠語っていうのがあって、うん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 、その隠語で喋ってる、だからその日常普通この黒人同士がどっかで喋ってるのを、うん、近くにたまたま座っていた白人が聞いて、うん、ね、おめえら、ね、とんでもないこと言ってろって言ってね、うん、白人からボカフスか殴られたり、うん、リンチにあったりするっていうことを危険を避けるために黒人は独特の言い回しを使って、うん、その言葉を聞かれても白人には何を言ってるかわからないような、うん、穏健なことしか言ってないようにしか聞こえないような英語を活用して、うんうん、どんどんね、うん、
それをブラック、あのブラックイングリッシュと僕ら呼んでんだけど、うん、でそういうブラックイングリッシュが、ね、かっこいいと感じる白人の子供たちがロックンロールを始めてるわけよ。ああ、エルビス・プレスリーとかですね、うん、そう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 、うんうんうん、でそういう問題があって、はい、そのそれ以前に、はい、白人でさえ黒人の英語のブルースの英語がわからないのに、うん、ましてじゃあ日本人に、うん、ね、英語もちゃんと勉強ろくにしてない「I am a boy」ぐらいしか言えないやつが、うんね、ブルースの歌詞が意味がわかるわけないじゃんっていうのが、うん、一般的論理やろ。そうですね、うんうんうん、でも違う、うん、俺に言わせれば、うん、勉強した俺から言わせると違う、うん、日本人にこそ分かる英国人のブラックイングリッシュの根底の気持ちが分かる部分がある。日本人だから分かるっていうところがあるんですか、うんうんうん、でどこで共通してるんですか。アルフォンしかないけどね、うんうんうん、例えば貧乏長屋に暮らした経験のある人間だったら分かる部分とか、ああ。うん、それから仕事が欲しいために、はいはい、ね、はい、あのろくでもない、ね、上司にね、へいこらしてね、うん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 、ペコペコせざるを得なくなった親父の姿を見た子供がいたら、はい、どう思うかとかね、うん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 、ね、その家の中で相張り腐って親父がね、息子にね、人間とはこうあるべきだみたいなね、正義、はい、正義の話をね。してるくせに、はい、外に行ったらろくでもないチンピラの白人にね、へいこらへいこら頭下げて、へいへいへいとか言ってね、何でもかんでもへいとか言ってね、頭下げてね、うん、ペカペカしてる親父見てね、うん、このクソ親父と思った息子がどっかにおるはずやんな、うん、俺もその一人やったけど、うんうんうん、そういう経験をした人間が、ね、黒人のブルースを聞いてどう感じるかっていうのはまあ言えることだな。うん、例えば文化ってして黒人の 文学、はい、有名な文学があるけど、はい、黒人文学の代表例としてあのイソップのような動物例え話があるのな、うん、そう例えばウサギとカメみたいな話が、はいはい、日本でいう、はい、ウサギとカメみたいな話がアメリカ黒人の間でも、はい、親子の間にいっぱい伝えられてきて、うんうんうん、いかにして、うんね、ライオンのような強力な、うん権力を、うん、振りかざすその大きな存在 の、うん、その動物に対してネズミのようなちっこい、ね、ネズミがいかにしてライオンをやっつけて、ねうんしかもね後でね「ざまみろ!」って言えるようなね、うん、そういう話がいっぱいあるのよ。アメリカの黒人の中のそのおとぎ話にいっぱいあるのよ、はいはい、そういう話をして、うん、いかに世の中を渡りやっていくべきかとか、うんうん、それからね、どういったかな、いかにその世の中の現実を 見つめ直して、うん、うまく立ち回れば、うんねうん、その差別されて、うん、きつい気持ちをそのストレスをいかに解消するか、うんうん、っていうことを、うん、なんとなくこう教え諭してるような例え話がいっぱいあって知恵を働かせろと。そういうふうなことが あったり、うん、それからこういう事実もあるんだね。黒人家庭の中ではビッグママっていうのがあるね、はい、ビッグママソートンという歌詞がいるぐらいで、はいね、ビッグママっていうのはアメリカ黒人の家庭の中では非常に大きな存在になってるのね。うーんで必ずそのビッグママに従う、うん、男は特に男の子は、うん、ビッグママっていうのは何かっていうと要するにただのお母さんなのよ、うんうん、お母さんですよね、うん、本当のただのお母さん、はい、あるいはただのおばあちゃん、うんでも男の子はそのおばあちゃんの言うことにはほとんど従う、うん、というもう社会制度ができてるようなもんで、うんだからその従うというよりは尊敬して、うんね、そのおばあちゃんの言うことを尊重する、うんうんうん、でおばあちゃんという人間を、うん、をそのなんていうかな粗末には絶対に扱わない、うんうんうん、なぜそういうようなことができるかというとアメリカ黒人社会は子供が大人になって 家の外に出て働くようになれば
必ず差別を受けて苦しみに違いないから、小さいうちは思いっきり甘やかして育てるわけね。でその甘やかし方というのは半端じゃない。子供、幼い子供のうちに思いっきりその楽をさせて、で苦しいのはそれがその苦しい、その世間に出た苦しさに耐えさせるために厳しく育てるっていう育て方っていう考え方もあるな。だけどそんなんじゃね、生まれてから死ぬまで苦しい人生を送るから、だから社会に出るまで、例えば日本で言えば小学校卒業するまでぐらいは思いっきり甘えさせる、好きなようにさせる、それで子供が贅沢を、ね、その甘やかせるってことはどういうことかっていうと、金持ちが、ね、子供を甘やかせると、ね、その心の歪んだ子供になる。例えば韓国のな、この前の副社長みたいな、飛行機のピーナッツ問題な、ところが黒人一般家庭ってのは貧しいやんか、だから子供もその様子を見てて甘やかされても、それを見てて育ってるから、決して、ね、自分から何て言うの、その小遣いを狙ったりしないわな、親の苦しさも分かってるから、なんとなく感じてるから、ただ痛いとかな、いじめられたとか、そういうことになるとねって泣いていたら、およしよしってこうやってもらえる、日本で言えば戦前のおばあちゃんみたいなもんやな、おばあちゃん子、僕ですね、おばあちゃん子、おばあちゃん子は、がその日本で言えばおばあちゃん子みたいな感じで子供は小さい頃育てられるんだ。世間に出たらもうすぐ分かるから、それは。でその何て言うの、その世間に出てで表に出たら、例えばすぐ分かるよ、親父がね、とんでもない白人のね、チンピラみたいなね、ヘコヘコしてる、それを見てどう感じるかや。親父は何もあれしない、子供に言い訳しない、そういう人間関係の、中で子供がもう自分なりに解釈していかんしょうがない、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアもそうなんだよ、彼は中学校、日本でいうはその、小学校の、小学校6年生、9年生までか、はい、向こうはな、小学校の9年生まで、つまり日本で中学校を卒業するまでは、までは、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアのお父さんは牧師さん で、はい、で有名な牧師さんだったからお金には困ってなかった、で、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアはそのいわゆる一流学校に入学できて、その当時北部の、ニュージャージーっていう、北部の方の町のだったから、黒人差別は表向きにはない町で、しかもその黒人の中でも社会的ステータスを持った人たちは、白人からも受け入れられてるようなな、一見受け入れられているような社会制度の中で、ふわふわ機嫌の中で、人生を過ごしてるんだけど、中学校までは白人の友達が誕生日のパーティー、ホームパーティーするのに呼ばれていって「やーい」とか言ってね、楽しくやってたのが、高校生になってから親父に「お父さん、ね、今日は友達のねパーティーが、友達のねその、親友が誕生日パーティーやってるから行ってくるって言ったら行くなって言われたっていう、でなぜだって聞いたら、お前そのうち分かるって言われて、っていうとこから、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアのその例の、黒人差別に対する、運動の目がそこで、始まったって言われてる、本人は全然そういう差別があることを教えられていなかった、知らなかった、どうしてだって、なんでだってね、その親友だ、俺の親友だと言うか切れないって言ったけど、親父は行くなってはっきり言ったっていうのね、でそういう経験をして、ああいうことになったわけな、それが出発点だったって書いてあるな、時点の中でね、でそういうのがあって、そのあらゆるその何ていうの、差別の実態はいろんなところにあって、一概に言えないけど、僕らが歌ってるブルースっていうのはもうやっぱり貧しい黒人の人たちがの、そのあるいは田舎の、あるいは
都市でも、うん、貧民街の人たちの中でのブルースが多いから、それがたまたまヒットすると、うん、ね、金持ちになるけど、うんうんうん、例えばリトル・ウォルターなんかは大金持ちだ、うんうんうん、マディ・ウォーターズもそうだ、うん、大金持ちだ、うん、だけど黒人だから差別される、うんうん、だからあのあれでもそうだよ、あのあのトランペットのあのマイルス・デイビス、マイルス・デイビス、はいはいはい、マイルス・デイビスが、ね、うん、大ヒット出してね、その超有名になってるのに、うん、マイルス・デイビスがニューヨークの街をオープンカーのスポーツカーで、うん、ね、高級車に乗って、うん、あのニューヨークの一、まあ、言えば、繁華街をスポーツカーに乗って走ってると、うん、ね、ワンブロック行くために警察に止められて、うん、お前この車誰飲んだって言って、うんうんうん、免許証見せろって、うんうん、そういう差別をワンブロックごとにやられたっていうことが有名な話として伝ってるけど、うーん、黒人で高級車に乗ってて、うん、ね、その金持ちのような姿をしてると、うん、麻薬ディーラーに間違えられる、うん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 、すぐに、うん、でそれがマイルス・デイビスだっていうことを、うんうん、もう関係ない、うんうんうん、でマイルス・デイビスだってことは分かっても、うん、分からなくても、うん、でもね、マイルス・デイビスがいくらね超有名だったと言ったって、うん、普通の白人の警官にあの認知されてるかどうかわからないよね、うんうん、ほんの一部の世界ですもんね、そうそうそう、ジャズなんて、ジャズ、うん、そうそう、うん、しかもジャズという世界はどんどん政治的に過激になっていってたでしょ、当時は、はいはいはい、ね、うん、でそのまたジャズがその世界中の人にこう、認知されていく中で、うん、ジャズ その存在意義というか、うん、でそれを高めるために、うん、その俺たちのルーツ、はい、うん、をたどるんだといって、うんうん、結局そのジャズは一時期ねクラシック音楽に傾倒していったのよ、うん、ところがあのそれでもまだそのジャズという音楽が発展していくのに、うん、あの、もう一つあのパンチにかけてたわけな、うん、で一番パンチを促したのがあのアフリカ回帰ですよ、うんうん、だからそのアフリカミュージックの取り入れることで、うん、ジャズは大いにこう盛り上がってるな、うんうん、それからそのインプリビゼーションと言われてる、うん、あのアドリブ、はいはいはい、でマイルス・デイビスのようなわけのわからん音楽になっていったのが、うんうん、僕らから見たらわけのわからん音楽な、うん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 、なっていったのは結局世間的に認知されていったのが、うん、そのわけのわからんところに何かこうなんかパンチがあったんやな、うんうんうん、日本人から感じるのはわけのわからん不可解さじゃなくて、でも僕らが聞いても何かこう魅力あるでしょ、そうですね、わけわからんけど、うんうんうん、音楽として一緒に歌えないし、うんね、一緒にこうなれないけど、うんうん、なんかこう、うっていうのものがある、引き込まれるもんあります、ね、引き込まれるもんあるな、はい、うん、その原動力を持ったのがそのアフリカ回帰っていう問題で、うん、アフリカ回帰っていう問題になるとそのアフリカルーツを求めてるわけやな、うん、ずっと黒人の奴隷時代に戻ってくるわけでしょ、うん、ね、それから植民地の問題にかかってくるでしょ、うんうんうん、そうすると政治的にも過激なやつが出てくるね、うんうん、それと同時にあのマーティン・ルーサー・キング・ジュニアが起こした、ね、その黒人差別を、ね、うん、撤廃する運動とリンクしてくるし、うんうんうん、マルコム・エックスに過激になってくる人物も出てくる、うんうんうん、そうするとマルコム・エックスからもまたよりもまた過激な、うん、ね、そのブラック・パンサーみたいなの出てくるね、あ、はいはい、うん、ブラック・パンサーは、ね、うん、人間はその生まれて、ね、持って平等だと、うんうんね、しかもアメリカの憲法では、ね、うん、そのアメリカに生活している人間全てに、ね、うん、平等な権利を与えられるべきだ、うん、白人が銃を持ってくるなら俺たちも銃を持って戦う、うん、ということを、うん、マルコム・エックスは言ってるわけね、うんうんうん、それを口だけじゃなくて実行に移したのが、うん、あのあれだね、ブラックパンサーなのよ、うんうん、だからブラックパンサー党があのあのいわゆる白人 の, その、いわゆる極右の連中、うんうんうん、そのスワップと言われてるね、はいはい、あの犯罪を取り締まる組織 の, その連中に難癖つけられて、うん、あの攻撃されて虐殺されたよね、うんうん、知ってる事件がなチラッと知ってます、うんうんうん、でそれはまあ麻薬取引を、うん、口実に、うん、実際麻薬取引してたと思うけど、あ、うん、してたんだ、ブラックパンサーは、うん、
なんかブラックパンサーって黒人を守るなんか正義の団体っていう認識あるんですけど、うん、それは黒人の側から見た場合ね、うん、守ってくれる、うんうん、だってね、今回の事件もそうでしょ、黒人のね、はいはい、人がね、警官に、ね、絞め殺されたりね、はいはい、うん、撃たれたりね、うん、今でもそういう事件があるってことは、うん、当時どうだっていうふうにね考えてごらんよ、うんうん、当時ものすごい想像つかないぐらいつかないぐらいの、うん、リンチとかリンチとか平気だったら、ね、ありますもんね、うんうんうん、そういわゆる 法律で裁かれないように影、うん、からね、影、うん、のね、うん、そのもんやね、あ、そういうのがあるから、そういうようなことのモヤモヤがいっぱいある中でブルースが撃たれてるわけやな、うん、うん、そうですね、うん、日本のその敗戦当時みたいな経験してませんけど、うん、そのまあ、想像すればそんなそんな感じなんかな、うん、なんかもしかかもしれないね、うんうんうん、それとあといわゆる今の日本人と在日朝鮮人との問題ともつながってくるね、うんうん、戦前日本は朝鮮を支配していた、うんうん、で日本が負けた戦後、うん、在日の朝鮮人たちと、うん、それから現地の朝鮮人たちが、うん、ね、日本という国を、ね、うん、今まであの辛い差別を受けてきたって言うんだけど、うんうん、実際そうかもしれないね、うんうんうん、実際ひどいことしたやつもいたかもしれないね、うんうんうん、それは日本人だって、うん、ね、あのいいやつもいればね、うん、心のないやつもいるから、うんうんうん、それをお互いにこう憎しみ合って敵落ち合うみたいなね、うんうん、それで特に戦後すぐに のその朝鮮人たちの日本人に対する仕打ちに対してまだ腹を立ててる日本人が生まれてくるし、うんうん、ね、うん、俺のおじさんかはその一人だったね、うんうん、で僕らはそういうことに、僕らはそのなんか変な日教祖 の,、うん、あの共産主義的な日教祖のなんかことなかれ平和主義 の,、うん、あの教育を受けてきたので、うん、ね、その朝鮮人に 対してそのことに親父が言うと思わなかったとかな、うんうんうん、僕らはそう 思うわけね、うんうんうんそういうのはこの年代間のそのあれもあるな、ずれがあるな、うん、何をどう見るか、どういう体験がどういうふうに人間を作るかっていうことも、うん、大きいし、うんうん、まあそこら辺のことも考えてその黒人の歌詞を見つめ直すと、はい、うん、その歌詞を見ただけで非常なことが分かってくる、うん、と僕はあの理解してるわけね、うん、それも分からないで、ね、ぐちぐち面をね、うん、ね、そのスケベのな、うん、歌やとかな、うん、言うのがな、うん、もう何言うとんじゃこのバカ野郎って俺言いたいよね、うんうん、そんなんじゃないと、うんうん、俺はスケベの歌じゃない、うんうん、男として立派な男は女にね、うん、モテるのは当たり前だと、うん、そういう歌なんだよあれは、うん、でしかもその立派な男は一体どういうような男なのか、それはイエス様だって言ってるようなことを歌ってる曲だよあれは、うん、うんうんうん、そのことは分かってない誰も、分からないですね、分かるわけないでしょ、うん、分からないです、うんうん、そう結局やっぱりその神様とかそういう宗教的なのがバックに割とありますよね、うんうん、でしかもねクロスロード、うん、ね、うん、十字路で魂を打った、ね、うん、そんな歌詞信じられる、いやもう鵜呑みですね、そうなんかなっていうぐらいしか、もうあんな歌詞嘘っぱちにしか聞こえないでしょ、うん、ね、うん、悪魔に魂を売る、うん、だってそんなのね、悪魔って本当にいるの、いやその問題からね、うん、うん、しかも悪魔って魂を買うのねえ、どうなんでしょうね、なんかそういうもう遠い土地の黒人の頭の中わからないっていうぐらいですね、うんうんうん、俺はそれ加盟したよ、うん、聖書外伝っていうのがあって、はい、うん、特にあの聖書の中でもヨハネの、ね、はい、黙示録っていうのが有名なのがあるね、はいはい、ヨハネの黙示録は世界の終末を ね, おしなんかね、学ぶ観音っていうね、うん、あのそういうあのなんかそういう日本では変な本がいっぱい出てるでしょ、はいはいはい、ね、うん、ヨハネの黙示録の中出てくるんだよ、クロスロードですか、そうクロスロードじゃない、魂を悪魔に魂を売る、うん、で、あのその聖書のヨハネの黙示録を外伝、聖書外伝と言われているものね、いわゆる
キリスト教っていうキリスト教と、それからプロテスタントとあのね、あれに分かれてるね、はい、カトリック、カトリックとね、はい、特にカトリックから見るとあのヨハネの黙示録なんかは聖書外伝って言われてるもので、一応は参考にしても良い。だけどまず最初にキリスト教徒としてね、その読まなければいけない聖典として、うん、聖なる書としてはそのヨハネの黙示録は除外されている。でそれはあの紀元後300年頃に、うんうん、ギリシャで、うん、あのキリスト教徒たちが集まって、うん、初めてそのキリスト教徒たち全体の総意として、うん、キリスト教徒はこの書物を読んでイエス様の教えを、ね、その学ぶべしというその、教義が行われたな。それは紀元の300何年だったかな。ちょうどあのローマ帝国がイエスキリスト教を認める前後の話ね、認めた直後ぐらいかな。だからあの実はあの聖書っていうのは全て原典はギリシャ語で書かれているの。その当時の一番の、はいはい、ルフした言葉として、でそのギリシャ語から各国に訳されていって、ところがまあ、 あのそのギリシャ語ももともとその旧約聖書というのがあったね、はいはい、旧約聖書とあの、まあ、いわば新約と呼ばれているものの違いは分かるか。いや分かんないです。分かるやろ、うん、それさえも日本人は知らないよね、うん、旧約聖書というのはユダヤ教の経典だよ、そうかそうか、はいはい、ユダヤ教徒は旧約聖書だけを経典として見てる、はいはい、でキリスト教徒は旧約聖書とそれから新約と言われている新しい、それは十二使徒がね、そうかそうか、はいはい、各地に散らばっていってイエス様がこうおっしゃったとか、うんうん、そういう言葉を残してる、はいはい、そのだからそれはヨハネの、うん、ヨハネ伝とか、うん、ね、あのなんとか伝とかマタイ伝とか、うんうんね、その4つの経典な、特にマタイ、うん、英語でマッシュ、はい、ね、それからヨハネ、はい、ね、これはジョン、ジョン・レノンのジョンはヨハネやねんな、うんうん、それからミカエル、違うミカエルじゃない、あれは大天使だった、なぜこう、4人の有名なのが生まれて、うん、それ以外の、例えばエジプトから発見された、うん、あのマリア、うん、マグダラのマリアが残したマリアの、マリア伝というのもあるんだ、そういうのが発見されたんだけど、まあそれがその新約はその4つのマタイ伝と、というのが、その4つの約あのが正式な経典であって、うん、でそれ以外に参考とすべしというの、いろんな外伝が外の伝記と書くな、外伝というのが、指名されてるわけな、その中にヨハネの黙示録が入ってる、その中で出てくるんだよね、悪魔が、うん、悪魔と天使が戦って、うんうん、やっとこさ天使が勝って、うん、悪魔を地球上の7カ所の地下の穴に閉じ込めた、それを歌にしてる、そうっていうことですね、ネタはそこだったってことですね、でその悪魔と、その悪魔が抜け出してきて、ね、その悪魔と取引をした、なぜか、なぜ黒人の、ね、その彼が、例えばその悪魔と取引したかと、を歌ったかっていうと、俺たちは、まっとうに生きていけない状況の中で生まれて死んでいけなければならない、ね、そんなバカなことがあるか、俺たちはキリスト教徒としても、ね、信念を深めていると、なのにアメリカ社会においては、ね、白人だけが統治者であって、我々はいつも区別され差別され、ね、あの人間として生きていけないような状況に追い込まれている、腹が立つやろ、ね、憲法では平等と歌っているくせに、はい、ね、はい、腹が立つだろう、抗議をしても全然誰も受け付けてくれない、結果的に、で人々の心は変わらない、だったら悪魔に魂を売ろうじゃないかと、悪魔に魂を売れば、ね、大悪人として、ね、そのね、世界中を荒らし回って、ね、俺は悪の帝国のね、キングになるんだ、ね、それぐらいいいだろうって、つまり焼けっぱちになった黒人の、あのことを歌ってるわけな、自分の
ことを歌ってるんですか。そういうことだよ、うん、それでギターが上手くなった言うて、うん、一般的には何かいや、それはあくまでもさ単なる伝説、それはもう単なる伝説、あ、うんうん、いや、それを例えばね、うん、ロバート・ジョンソンがね、ギターが上手くなったのはそうだってことをロバート・ジョンソンが言ったとしたら、うんうん、本人はそれをプロパガンダのつもりで言ってるんだろうね。ああ、うん、なるほど、うんうん、で、あの当時はロバート・ジョンソンはまさか自分の歌が白人層の連中が聴いているとは思わないんだよ。うんうんうん、ジュークジョイントみたいなとこで、そうそうそう、黒人が集まるところでしか歌ってないし、うんうんうん、ね、白人なんかそんなことしてるし、ね、黒人がブルースをやってるなんてことを知ってる人がほとんどいなかった。1920年代だから、うんうん、そんな中でだから堂々とね、黒人たちにね、その俺みたいにね、うん、はい、魂売れよと、ね、うんうん、そう、もうこんな人生ね、焼けっぱちで行ってまえよってね、うんうんうん、そのね、いつまでもね、うん、そのね、白人がね支配するね、その教会、うん、キリスト教の教会ってね、正しく俺たちがいくら生きようとしたってさ、ね、うんうん、気持ちはそうだったらもう社会を受け入れてくれないじゃないかと、ね、うんうんうん、そうやって反発してる黒人いっぱいいたはずやな。あ、要するに不良ですよね。不良です、うんうん、悪く言えば不良、うんうん、でも黒人はせめてこの短い人生の間に、ね、うん、ね、楽をしたい、楽をするには金がいる、うんうん、でその金を得るためには、うん、ね、白人を騙しても社会を騙しても同じ黒人、同胞の黒人を騙してもいい、うん、ね、うん、人間として正しく生きるなんてとんでもない、うんうん、のことしてたらね、一生ね苦しんで死ぬだけだと、うん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 、だったら黒人あくまで魂を売ろうじゃねえかっていう、うん、そうなっても当然でしょ、うん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 、そういう社会の中であの歌が歌われてたし、うん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 、そういう背景を知らずにね、そのね、ロッド・ジョンソンがどうのこうのってね、平気なことね、うん、その知りませんことをね、うん、魂の叫びだとかね、うん、何を言っとんねんと俺に言いたいよね、うんうん、そんなんじゃないって、うんうん、で、例えば藤井口面にしても、ね、と藤井口面かしらね、あれと、なんとか、ちょ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 、え、マディウォーターズ、マディウォーターズ、うん、だったかな、うん、あ、まあ、ジプシー・ウォーマン・トール・マイ・マダー、ジプシーの女を俺のお母さんに言ったとさ、Before I was born、 俺が生まれる前に、はい、うん、I got a boy child coming、 男の子が生まれてくるよってジプシーの女をお母さんに言った、うん、He's gonna be a son of a gun、 ね、うん、son of a gun というのはアバズレ、アバズレ、うん、あ、うん、サノバーガン、つまり銀行強盗とか、はいはい、サノバーガン、ピストルの申し子、ね、うんうん、直訳すれば、うん、つまり武力を持って、うん、ね、そこら中暴れ回る悪党、うん、悪党になるだろう、うん、でもその悪党っていうのが、ね、黒人にとってはヒーローなんだよ。だからボニーとクライドはヒーローでしょ。ああ、そうですね、ね、はい、ね、うん、ね、うん、白人層にもある、白人の貧民層にもボニーとクライドのような銀行強盗して、ね、うん、その人生を、ね、楽しく過ごした、うん、ね、うん、そういう人生を謳歌する、うん、俺もあやかりたいっていうヒーローなのよ、うんうんうん、日本で言うとヤクザもそうだな、五右衛門とか、そうそう、五右衛門もそうだな、そうですね、うん、そう、だからその、 言葉によって立場によってその言葉の意味が変わるな、うん、まあ、そういう意味でそのサラバガン、ね、うんうん、He's gonna make pretty women、ね、うん、そう、美しい女たちを、ね、うん、ジャンプシャウトね、飛び上がってね、キャーってね、喜ばせて、ね、うん、まるでスターのようになる、うんうん、And the whole world gonna know、ね、世界中はきっと知るだろうね、うんうん、その男の子がどんな男かが分かるだろうね、そうで、それ俺がその男なんだ、で俺がフーチークチメなんだ、うんうん、あ、そういう歌なんですね、そうそうそう、ね、うん、ジプシーの女がお母さんに言った、うん、ね、
生まれてくるのは男の子だよ、うんねうん、その男の子は、ね、世界をね世界をびっくりさせるようなすごい男で、うんね、女を世間の女をキャーキャー言わせる、うんねうん、これイエス・キリストのマリア様と、うんね、イエス・キリストのことを暗示してるでしょ。だからブラック・キャット・ボーン、ねうん、黒猫の羽、ねうん、だからモージョ・トゥースね、うん、と呪いの歯って言われてるもんな。あ、うん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 、だからジョーネ・カンクルルーってあの火や美薬、うん、It's gonna make my, It's gonna, it's, it, 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 ジョーネ・カンクルルーって言ったカンクルルー I'm gonna mess with you so, so, あのそうきっとすごくなるぜって、うんうんうん、He's make pretty girls lead me by the hand so, so, その世界中の、ね、美しい女たちがねその、うんフチグチマイのね手を取ってね、うん、こっちこっちこっち私どこ来て私どこ来てってね、うんうん、だって言うだろう、ってうんうんうん、でそのフチグチマイが俺だって、ね、2番の歌詞ね3番目の歌詞オンザセブンスアワーね、うん、奈良の時、うん、アワーねオンザセブンデイズ奈良の日オンザセブンマンス奈良の月、うん、セブンドクターセイン七人の博士が言った、うんHe was born with good luck. ね、彼は幸運のもとに星のもとに生まれてきた。だちゅうせいは春だろうって、うんうん。だって俺今700ドル持ってるもんっていう歌詞が出てくるな。700ドルなんて今ね、賃金だけど、昔700ドルといえばね。どのぐらいやろ。あのね、700ドルといえば、はい、車が500ドルで買えたのよ。ああ、うん、キャデラックとか。うん、フォードの車やけど。フォード。うん。T フォードって言われてるやつが。ああ、うん、はい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 。うん。ね、うん、軽く変えたいよ。そうなの、これ持って帰んで、うん、みたいな。そう、うん、ね、今は700ドルも持ってるぜ。うん、ね、その俺はフチグチめるんだ。そういう歌なの。ああ、うんうん、今で言うと1000万ぐらいかな。だろうな、分からんけどな。まあ、とにかく、うん、そんなそういうね、そのね、その、はい、うん、そういうそのヒーロー待望論が黒人の間にいっぱいある。だから。うん、黒人がスターになったらすごいスターになるわけだ、うんうん、なモハメド・アリがそうだった昔な、うんうん、今はもうなんかいっぱいいるやん黒人のスポーツ選手、ね、そうですね、うん、ね、うん、ミュージシャン、うんね、芸術家、うん、いっぱいいる、うんうんうん、昔はそうですねそんないませんわね、うん、アリと誰がおったんやろなんか野球選手でなんかおってる、うん、なんかグーグーって言ってるなもうえらい時間になってるもう時間がもう時間ないから今日はあれですねなんか先生のお話説法で録音してた録音してましたあよかった、はい、俺も後でその録音欲しいなほんまですか、うん、俺もなメールで送りますよ、うん、俺も今日な、うん、すごくなうまく言えたと思ってんのああ、うん、聞き手が良かったんじゃないすごいはい、うん、うん、僕が言いたことがね結構ね、はい、まとまって言えた今日はそうですかうんあもっともっと深くねたくさんのこと言えるけどねへえーうんうん、まあそう聞いてくれる相手がまだ良かったかもしれないねああそうですね聞いてよかったよ多分ね、うん、僕結構うまいかもしれないです聞くのうん、うんそうなんせいぜい日本語の歌は歌わないんですか歌えない歌えない、うんうん、だって今黒人の英語のブルースの歌詞がねはい、非常にこう僕にとっては興味深くてまだまだ追求する体験する、はい、ね、はい、それはまだまだ足らないもん時間的にあ日本語の歌詞なんか作って暇ないしうん俺自身ブルースを体験してると思わないからああそうですか俺自身の瀬戸隆一郎のブルースは歌える人間だとは僕は思っていない自分では自信がないうん、うん、俺は結構幸せな人生生きてるからあそうんそうですね、うん、もうなんていうかもう俺にはブルースなんて感じられないうんただ人にねあの嫌がらせを受けたり、うん、ね、うん、辛いことがいっぱいあったよ、うんうんね、親子の断絶の問題もあるし、うんうん、俺親父とはもう断絶してるからね完全にそうなんですか、うん、だから親子の問題もあるしでもそんなことはあの僕にとっては大きな問題じゃない、うん、自分自身がちゃんと生きてれば問題ないからうん、うん、でこの日本社会において、ね、自分自身がちゃんと生きてれば、うん問題ないっていうようなことに気持ちになれるような社会でもあるでしょそうです ね、うん、そんなひどい目に遭ってないからねうん本当にもう
このクソったれ野郎、もうそれもね、その腹にね爆弾巻いてね、うん、もうばあの自爆してね、うん、あいつをやっつけたり足りたいとね、うん、腹が立つぐらいにね、うん、腹が立ったことってねあんまりないからね、あたまにあるけどね、うんうんうん、例えば僕が卒業したあの高校の、 あの附属小学校で日本刀を持って殴り込んできてね、うん、小学生をねめった切りにしてね、うん、あの死刑になったやつがいるんだけど、うんうん、そいつは俺も本当に俺自爆して やっつけてやりたいと思ってくらい腹立ったことがあったけどね、自分が苦しんでない自分の母校のね、うん、小学生を、うん、そういうことがあったけど、うん、それ以外ではあんまりこうね、うん、でしかも毎日じゃないじゃん、うんうん、黒人の連中は毎日だからね、うんうんうん、街歩くたびに警官にね、おいちょっと待てって、ね、うんうんうん、やられてね、うんだからスパイクリーンの映画を見ればその一部がわかるよ。マルコム X。マルコム X だけじゃない、そのスパイクリーンの映画いっぱいある。ああ、うん。シーズ・ガット・ハービットとかね。初期の方が面白いよ。マルコム X の方が社会現象と、だから歴史的な出来事を取り上げた映画だから。うん、マルコム X を見ても、あの、まあ言えば世間では予備知識として与えられたものがある程度わかるに過ぎない。だけど、ジャングルフィーバーとかね。ジャングルフィーバー、ああ、うん、なんか見たかな、うん、はい、ジャングルフィーバー、モアベターブルース、うん、ああ好きです、うんうん、それからあのシーズ・ガット・ハービット、この3つは絶対見るべきよね、うん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 、ジャングルフィーバーって面白いよ。お父さんが牧師で、うん、兄弟がいて、うん、兄貴がクラックっていうね、麻薬の常習犯で、はい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 、うん、でお母さんを騙しちゃ、うん、家のテレビを持ち出して質屋に入れてクラクラってやったり、うんうん、息子は大企業の重役や、うんうんうん、それが兄貴を探してまくっていくわけよ、うんうん、面白いよこれ、見てみよう。黒人がどんだけひどい差別を受けてきたかを、うん、がその映画の中見てるとものすごく出てくるし、うんうん、黒人の中での人間同士の人間関係の問題もものすごく浮き彫りにしてるし、ものごつ面白い、うんうん、でスパクリー本人が必ず映画に出てくるやん。出てきますね、うん、であいつはチンピラになってさ、うんうんうん、出てきてさ、そうそうそう、で麻薬の代金払えないからって言って腕を折られるのねそうでしたスパクリーが、うんうん、で腕を折られるだってよとか言ってやつ面白いよスパイクリーのね、うん、僕も好きですスパイクリーの映画、うんうんうん、あの人が割と黒人を取り上げた、うん、映画を作り出したんですよね。そう、うんうん、だから黒人社会の現実を、ね、うんうん、あの強く訴えるんじゃなくて、ね、うんうん、もう黒人社会の現実をただ日常生活の中のいろんなねポイントをねただ普通に書き出しただけでもあんだけの映画ができるってことね。黒人という人間として、うん、そのなんていうの自分がどう生きるべきかみたいなことをね、うんうん、その萎えさせるような。うん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 、そんなもんどうでもいいや、ね、もう何だろう何でもなれってね、うんうんうん、自暴自棄にならざるを得ない人生がずっと長く続くっていう、うんうん、そういうことを、うんうん、あの訴えなくても、うん、その日常生活の中でもう見ただけで分かる、うん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 、これ俺たちはそういう記憶に置かれたらもうあかんな、もう死んでるわきっとって自殺してるわっていう感じ、でも自殺できないんだよね、うんうんうん、惰性で生きてる。いや違う、あのビッグママの存在があったり、あ、うん、それから、うん、あのキリスト教のあれに一応染み付いてしまってるから、うん、キリスト教は嘘ついちゃいけない、うんね、それから自殺しちゃいけない、うん、自ら死を選んじゃいけない、うん、神のみが死を決めることができる、うん、南部とかに行くと本当ゴスペルとか、うん、メンフィスとか行くと教会がなんかすごい信仰心が熱いですね。熱い、うんうん、熱い、うん、それはもうそこまで行くともう自暴自棄になるか、うん、もうその自暴自棄と同じエネルギーを使って真っ当な信仰心に戻るかやね。うーん、自暴自棄になるエネルギーってのは大きいよ。うん、だって自分の死をかけることができるわけでしょ。はいはい、ね、はい、うんうんうん、日本人が死ぬってことを日本人自殺がそれの 悪でもないというふうにね、うん、思われてるような環境にある日本人でさえ死を落として何かをするっていうことが、うん、ね、どれほどのエネルギーを持つかということは、ね、吉田松陰の話でも出てくるでしょ。うん、
吉田松陰は自分の首をかけて世の中を変えようとしたわけな。だから吉田松陰は首を落とされることを望んでいた。うん、それ覚悟でやったっていうね。いや望んでいた、覚悟じゃない、望んでいた、望んでいた、うん、うん、彼が首を落とされなければあの革命が起こらなかった。それが松陰はよく分かってたと思う、俺はね。まあ、それはまあ話を別にして歴史の話だから。はいはい、うん、でしかもそれだけの信仰心が厚いってことは真っ当な信仰でしょ。はいはい、ね、うん、ロックンロールが生まれてきた背景に何があるかっていうと、うん、アメリカの社会第二次大戦が終わった社会のアメリカ社会での、うんうんうん、ね、その人間的なあの立派な人間はこうあるべきだっていうようなものの一番の大きな柱の一つにキリスト教の教義があったわけな、うん、キリスト教の教えがあって、うん、そしてキリスト教というものはアメリカの政治までもすごい縛ってるでしょ。うん、そうですね、ね、うんうん、今でも言われてるよね、アメリカの政治が、ね、その宗教がキリスト教というものが、ね、その存在している限りアメリカの政治がここまでしかいかないっていうのことをよく議論されるでしょ。うん、でそのまあとにかくそのキリスト教のだけどキリスト教っていうものが例えばその宗教の、 あの、真実というかあの真っ当なその宗教の教えてることはものすごく正当なことを教えてる部分が大きいね。うん、うん、立派なことを教えてると思う、ある意味で、うんうん、人間がこういうふうに生きていけばそうなるだろう、ね、うん、その言葉の一つに何人ね、右の方法を打たれれば左の方法をね、差し出せっていう言葉も含めてね、うんうんうん、それでそのキリスト教の正しい教義を、ね、ひねり潰すような現在のキリスト教に携わっている大司教とか、ね、その教会の人間が運営する、ね、うん、キリスト教全体の動きのをよく見るとね、これはもうドロドロの人間のね、その嫉妬とか、うん、それからあの経済的なそのあれとか、ね、うん、わがままとか、うん、ね、そういう人間のその勝ち負けのね、うんうん、中でね、うんうん、そういうふうなことがもう第二次大戦後のアメリカ社会の中で若者たちは、うん、そういうものは見抜いてたわけよね。うん、キリスト教の教義は正しいかもしれない、うんうん、でそれを運営する人間が行っていることは、うんうん、ね、その少年をね、うん、犯したりとか、うんうん、ね、うんうん、ホモで、うんうんうん、今でも大きな問題でしょ、うんうんうん、知ってるその話、今の話ですか、現在の、うん、最近そういう事件はあんまり 2,3 年前にも非常に取り出されたでしょ。うん、バチカンでさえ、はいはい、ね、少年をね、その犯したりね、あ、うん、少年愛に、ね、まあ、言えば、はいはい、あのホモでしかも少年、ね、うんうんうん、これはキリスト教の一番嫌いなところなんよ。うん、だからホモでさえ今な、うん、キリスト教のね、うん、教会のキリスト教の社会でヨーロッパ社会の中でホモっていうものはどれだけね、うん、あの同性愛ね、うん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 、どれだけ差別されてるかね、うんうんうん、アメリカでさえそうでしょ。同性愛の連中が規制を上げてやっと幼い子になって平等の権利を勝ち取って、その州なり、うん、ね、州ごとにしかね、うんうん、そのいわゆる制度の上で撤廃されている、うん、撤廃された州もできつつある状況の中で、うん、現実には差別は、ね、いくらでもあるでしょ、うんうん、そうですね、うんうん、そういうのがその大司教とかそういうのがやってるわけだからね、うんうんうん、その白人の少年たち、うん、特にあの第二次大戦が終わった後アメリカがもう世界中を支配するぐらいの、そうですね、勢いでパワーを持った、うん、なぜかというと一つアメリカだけ、アメリカという国土だけが戦場にならなかった、うんうん、第二次大戦も、うんうん、終わり頃になって初めてアメリカが、日本がパールハーバーをね、うん、あれしたことで、うん、きっかけで外に出て行って戦って勝った。だから世界中がもうね、そのハハハ言うてる中でアメリカだけが、ね、産業が盛んになり、それが全部輸出になり、うんうんうん、ね、大儲けして、うんうん、ものすごい幸せな、ね、うん、あの日本でいう 3K の時代が来たっけな、うんうん、電気家庭、電化製品な、はい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 、車、はいはい、ね、冷蔵庫、はいはい、洗濯機な、はいはい、テレビ、はいはい、うん、そうやな、うんうん、そうそう若者たちは
もう純粋にね、でしかも子供ってさ、純粋にそのキリスト教にはまっていくとね、最初はあのあれじゃん、あのキリスト教の教義にね、うん、感動するじゃん、はい、神様っていいこと言う、素直に、うんうん、ね、その連中がその、ね、大人たちがやってるね、あの醜いね、うん、その権力闘争みたいなね、うんうん、キリスト教の中でのそういうものとかを見てね、へきへきとしてて、うん、でもそこで発見したのが黒人の人たちの教会に勤まってね、でその信仰してる人たちの信心のその深さに感動するわけよ。うーん、直接見ていないのに、うん、ゴスペル教会で歌われてる黒人たちが歌ってるゴスペルを、うん、窓の外で聞いた、うん、ね、うん、プレスリーが感動するわけでしょ。そうらしいですね。ね、うんうんうん、ね、その歌声と歌詞と、うん、ね、うん、歌う人たちの気持ちがこう声に出てくる、うん、その声のムード、うん、トーン、うん、ね、うん、シャウトしてないのよ、うんうん、苦しみに耐えつつ、うん、ね、そのなんていうの、神様にものすごく深い信仰心を、ね、うん、その捧げているっていう人間の、うん、ものすごくその透明感を、うん、あのここ白人の若者たちは聞いて感じて、うん、これこそ間違いないんだ、うんうん、真実に近いというね、うん、そしてしかも音楽も若不思議で、うん、とてもね、リズムがね、リズムもかっこいいし、うん、いいと、うん、で世間のジャーク、あの自分たちがこの、うん、嘘だと思ってることを、うん、ね、まるでその直接は言わないにしても、うん、それをなんかこうへそをこう2回ねじ曲げると正しくなるみたいな、うーん、言い方で歌ってる、うん、でしかもめちゃくちゃストレートに、うん、あの神に対する賛美を歌う、うん、ね、うんうん、しかも黒人たちのオリジナルのゴスペルやな、うん、その当時は、うんうんうん、これはゴスペルと言わない、まだニグロスピリチュアルズって言われてる、あ、うん、もう彼らはなんかそのトランス状態になるじゃないですか、うん、黒人の人って、うんうん、白人の教会ってそういうのないですよね。違う、理知的だよ、うんうん、よく言えば理知的、理知的な感じ、うん、でも僕はこういうことを言うと、はい、黒人の人たちの信仰の方が正しくて、うん、白人の信仰が正しくないとは言ってないよ、うんうんうん、どんな社会にもどんな悪もあれば善もある、はい、うん、はい、ただ大きく見ればそういうことが言える、うんうん、でも奴隷解放の運動のね、実はね、これ実はね、奴隷解放運動に大きく貢献した人として地下鉄道っていう直訳すれば、ね、アンダーグラウンドトレインって言葉あるな、うーん、うん、あのあれあるでしょ、あの70年代にね流行ったね、あのアフロの連中がね、ソウルトレイン、ソウルトレイン、はいはいはい、なぜソウルトレインなんだ、トレイン、なるそれ僕が今言ったアンダーグラウンドトレインと関係あるわけな、あ、つなげるっていう意味ですか、ね、うん、まあやば、うん、あの地下組織を作って黒人奴隷を逃亡させる北米、うん、その組織の中枢を担ってたのは、うん、アメリカ南部の封建的なキリスト教の教会の牧師さんたちなんだよ、うん、だから白人の中にもあのすごいその正しい人もいっぱいいた、あの黒人から見たら、あ、それは良かれと思って、もちろんだからアメリカの南部社会では、うん、そんなことしたらね、裏切り者でね、うん、殺されちゃうじゃん、そうですね、農場がやっていけなくなりますもんね、うん、いや農場じゃない、その牧師さんだから、牧師さんが、うんうん、ね、はい、うん、指導的立場にある人たちが、うん、ね、そのでも彼らは白人の人たちに黒人を差別せよと教えてやない、キリスト教の教義を教えてるだけなんだよ、うんうんうん、だけど現実に自分たちがね、うんうん、あの支持する仲間が黒人を非常にこう奴隷として扱ってて、それを人扱いしてると、うんうんうん、奴隷制度を認めた社会の中での牧師だけだよね、うんうんうん、だからあまりにもひどいその扱いしてるそのところの奴隷を逃亡させるのに、うんうん、牧師さんたちが自分たちの家を使って、うん、自分たちの家の屋根裏にあるいは地下室に逃げてくる奴隷をかくまって、うんうん、そしてあの白人自分たちが先導して連れて歩くからね、うん、あの逃亡奴隷を探してるやつらも、うん、まさか牧師さんの荷物を調べようとしないよね、うんうん、そういうような組織を持って逃亡奴隷をそのいっぱい北部に送り出した。